フランスの冒険から帰還した平野紫耀、その魅力と冒険の裏に潜むエッセンス。冬のフランスは、まさにロマンチックな冒険の舞台として知られています。そして、その舞台に立ったのが日本の人気アイドル、平野紫耀。1月18日以降、ファンは彼からの情報を待ち望んでいましたが、1月19日午後、紫テルは驚きと興奮をもたらす9枚の写真をフランスから投稿しました。 待ちわびたファンにとって、彼の期間はまさに素晴らしい瞬間でした。初めての写真は、パリのサクレクール寺院の前で微笑むヒラの仕様の姿を捉えています。黒のクールな衣装に身を包み、LV の靴を履いている彼は、まるでパリの街並みと調和しているかのようでした。礼儀正しく、観光客の中に溶け込みつつも、独自の視点で大聖堂の美しさを楽しんでいる様子が感じられます。 次に彼がシェアしたのは LV ドリームカフェストアでの風景とルイヴィトンのトランクバッグを手に持つ彼の姿が映し出されたカプチーのコーヒーカップの写真です。ルイヴィトンのブランドは単なる高級ファッションを超えて芸術との融合を試みアーティストとのコラボレーションを通じて新しい展開を続けています。草間や生からジェフクーンズ。 シクリーム、スティーブン・スプラウスまで、様々なアーティストたちとのコラボで、ブランドはその独自性を強化し続けています。紫テルの投稿は、ファッションとアートの融合にフォーカスし、ルイ・ヴィトンの新たな展開に注目を集めました。そして、彼がパリの愛の橋として知られるポンデザールで撮影した写真は、彼の冒険心とロマンチックな側面を浮き彫りにします。世界中から訪れるカップルがかけたゾウマイが橋を覆い、 そこでディナーを楽しむ平野信用。その瞬間には、普段は見せない優雅でロマンティックな一面が覗かせられました。彼の写真に寄せられたファンのコメントは、単なる感謝や歓迎だけでなく、紫テルの魅力や活動への期待が滲み出ています。紫輝くん、お帰りなさいませや、今日も生きててくれてありがとうなど、ファンたちの温かい言葉が彼の期間を祝福しています。 最後に、紫テルは、26歳ラストに素敵な体験ができましたね。どんどん存在が大きくなっていく紫輝くんだけど、こんな風に楽しい、くずっと笑って過ごせますようにというファンのコメントに対し、フランス、満喫できたかなフランスのオープンカフェは行ったかなおしゃれさんが多いから見てるだけで楽しいよね。私もフランス大好き、お帰りなさい。ゆっくりして、充電してね。 紫輝くんのこれからを楽しみにしていますと返しています。紫テルのフランス冒険から垣間見得たのはアーティスティックな一面と冒険心に満ちた姿でした。彼の冒険が彼の芸術的な感性やファッションへの情熱にどのように影響を与えるのか、今後の彼の活動から目が離せません。